はい、こんにちは、僕です。ペルソナ3やっていきましょう。今回からタルタロスになりますね。ちょっとこの辺の人の話聞いてみましょうか。竹葉と純平は実戦経験がないんだから、お前がちゃんとサポートしろよ。わかりました。心配するな。無理はさせないし、サポートもする。安心して行ってきてくれ。安心してって、こう探索するの初めてなんですよね。よっしゃ、行くぜ。そんでお前より活躍して、明日から俺が探検隊のリーダーだ。装備と状態を確認する。これいちいち話しかけないと確認できないんでしたっけ？今特に何もないでしょ。ここがタルタロスか。なんでもない。なんでもない。これは？見たこともない装置が置いてある。どうやら動作していないようだ。何ですかね。なんかコイルが繋がってるみたいな。まあ、行きますか。とりあえずね。できることないでしょ。主人公ね。ポケットに手入れてたよな。なんで？ああ、ほっとくとポケットに手入れるんだ。ポケットに手入れたまま階段走り駆け上がるの危険じゃない？準備はいいんか？大丈夫だ。行きましょう。ではよろしく頼むぞ。タルタロス、1ブロック。何ブロックみたいなのがあるんでしたっけ？いよいよこっから本番か。本番。なんかすぐ迷いそう。これ床には何を持ってるんだ？弓？3人とも聞こえるか？あ、先輩。ここからは私が声でバックアップする。覚えておいてくれ。え、中の様子がわかるの？今ね、それが気になったんですよね。私のペルソナの特性でな。中がわかるの？実はこのタルタロスは中の構造が日によって変わってしまう。ああ、日によって変わる。私もそちらへ加わりたいところだが、外からのサポートが欠かせないんだ。うわ、ますます迷いそう。ところで今君らのいる場所はすでにいつ敵が出てもおかしくない。敵のレベルは低いはずだが、注意して進めよ。習うより慣れろだ。習うより慣れろだ。うっす。了解です。なんか落ち着いてるよな。なんか勝手だな。なんか不満そうだな。ゆかりはなんかすごい不満そうですよね。あのミツルに対して。あ、では行動開始だ。今日はここ2階で実践を行う。フロアをうろつく敵シャドウを片付けてくれ。ここ2階ですね。世俗の庭テーベル。これなんだ？宝箱。あ、スナフソール。なんかアタッシュケースみたいなものに入ってるんですね。待て、何で？丸ボタンで振りかぶる。気をつけろ。前方にシャドウ反応だ。向こうから攻撃を受ける前に、素早く接近してアタックを仕掛けろ。この辺はね、ペルソナ4と変わらないですよね。やっていきましょう。ベイベベ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 ベ。君の力についても竹場から聞いているが、戦闘経験は浅いことには違いない。基本的な戦い方について説明を聞いておく。いや、必要ないかな。聞かない。よし、なら目の前の敵を倒してくれ。できればアタックとスキルの両方を使ってな。両方を使わなきゃいけないの。ペルソナを使っていけますか。アギ、6秒の前や。以前戦ったのと同じシャドウですね。弱点だったんだ。自慢をぜ。変わんないっすね、この辺の仕組みは。よくやった。完勝だな。完勝だな。プレスターンバトルですね、本作も。女神転生3からね、受け継がれたプレスターンバトルになっておりますね。近くに階段がある。確認できるか。階段は上の階層に進む唯一の手段だ。今日は先の領域の探索は許可できないが、頭の片隅には入れておいてくれ。今日は上行っちゃいけないの？行っちゃいけないの？どうなの？前方に新たなシャドウ反応だ。敵からアタックを受けると戦闘が不利になる。常に狙って先手を取るように心がけてくれ。敵に気づかれずにこちらからのアタックを成功させると先制攻撃が起こりやすくなります。ああ、必ずじゃないんだ。逆に敵からアタックされてしまうと、先制攻撃を受けやすくなるので注意しましょう。
やべ、気づかれちゃった。そう。ちょうどいいやつ。攻撃属性について説明しておこう。非常に重要な話だ。攻撃属性について説明を聞く。いや、多分ね、大丈夫ですね。大丈夫。ちょうどこの敵は弱点が狙いそうだ。頑張ってくれ。さっきハギが来てましたよね。同じくハギをやっていけばいいんじゃないか。オルフェイズ。オルフェイズ。弱点をついたぞ。ナイス。ワンモア。もう一発ね。こっちの敵にもハギを使っていけばダウンが取れる。全てのシャドウのダウンが取れたら、総攻撃がね、仕掛けることができますという感じですね。OK。血返しの弾。血返しの弾を落とすんだ。いっぱい欲しいな。これは、傷薬。まあ、最初の方だからね。あんまり貴重なものはないんじゃないか。曲がり角に敵がいるような。近くから不意打ちを食らわないよう、慎重に近づいてアタックを仕掛けるんだ。移動の際はマップを見て常に周囲の状況に注意するようにしてくれ。こっち気づく索敵能力高えな。なんで分かったのこっち見てんのか。あれこれね、敵がどっち向いてんのか分かりづらいんだよな。あのね、すんごい目がちっちゃいんだ。いっぱいいるな。弱点を突くことは実はさらなる攻撃のチャンスを得るきっかけにもなる。そのあたりの関係について説明を聞きたい。いや、いいですね。やってる。では戦いに戻る。敵の弱点をついて畳みかける。畳みかけろ。もうやること変わんないな。アギですね。主人公しか戦ってないけどいいのかな。弱点をついて。これで3匹目。またの総攻撃。これで倒せるだろう。シャッフルタイム来た。ピクシーがいるな。なんだっけ。誠の脳裏に不思議なカードが浮かんだ。これがイゴールの言っていた誠だけに見える力の獲得だろうか。もうシャッフルタイムね。まあ、これはね、フォーと同様なので、この中から選んで取っていくことができ。あ、違う、そうなってんのか。わかんねえ。ピクシーどこ行った。この辺。ほら来た。ピクシー欲しかった。シャッフルされるのか。シャッフルタイムってそうだったっけ。ペルソナ4のシャッフルタイムってシャッフルされませんでしたね、そういえば。で、本作はね、レベル上がっても、どのステータスに振るかみたいなことはできないんですね。レベルアップ。他の人もレベル上がったらしい。テレって飛ばしちゃった。すまない。広いのかな？まだ2階なんだけどな。前方にシャドウ反応だ。体力は大丈夫か？消耗が激しいようなら、戦闘開始する前にアイテムで回復した方がいい。もし回復手段を持っていなければ竹場に頼むといいだろう。戦いの前には常に状態を確認する習慣をつけてくれ。回復スキルを所持する仲間に話しかけると HP 回復を依頼することができます。ゆかり、あれ、なんでそんなにダメージ受けてんだ。体力回復を頼む。レベル上がったらHP 上がるけど、差分は埋まらないんですね。待って、なんかシャドウにすごい気づかれてしまうんだけど。敵を全て倒せばこちらの勝利だが、個別に叩くよりもっと良い方法。なんだ、それ気になるな。それは敵に総攻撃を仕掛ける。総攻撃か。説明を聞くか。もう今までずっとやってきたことだからな。ここまでで基本的な説明は終わりだが、最後に最も重要なことを伝える。何でしょう。奥に踏み入るほどシャドウは手強くなる。勝てない敵と分かったらすぐに離脱しろ。なるほど。ただし敵によっては離脱できない場合がある。どうすれば。例えば今回のようにな。それでは健闘を祈る。健闘を祈られました。逃げられない時は頑張れと。とにかく主人公しか動かないな。このバトル曲ね、すごいなんかね、死に当たりますね。すごい懐かしいんだ、このバトル曲が。これで、ね、4体とも全部主人公がやりました。あっちまおうぜ。なんか順風だけなんか調子いいよな。ちょっとシャッフルタイム、これ難しいな。どっちだ。2分の1だからな、こっちにしよう。ソードを引き当てた。練習用、なんて読むんだ、罠が球なんて読むんですかね。よし、
レベルアップ。レベル上がりますね。お前ら何もしてないのにな。あった。順平喋れなかった。ね。いつもは無尽蔵に湧いてくるシャドウが、今日は湧いてこないな。まあいい。一通りの実践経験はできたので、今日は引き上げよう。このフロアに脱出ポイントがあるはずだ。脱出ポイントからエントランスに戻ってくることができる。ちょうどフロアの敵もいないことだ。手分けして探した方がいい。仲間に3回命令を出し、脱出ポイントを発見しろ。何それ。仕掛けボタンで仲間に行動指示を出すことができます。あ、そんなことできんの？3回しろ。仲間に3回を指示して、階段や脱出ポイントを探させたり、アイテムを集めさせたりすることができます。ただし、仲間のレベルが弱いうちは、敵に捕まって行動不能に陥りやすいので、仲間のレベルや HP には注意しましょう。そうなんだ。全員3回、個別行動を取れ。行っちゃった。あ、すごいすごいすごい。アイテムも勝手に拾ってくれるんだ。脱出ポイント見つけたらどうする？ちょっと待て。まだね、一応全部潰しておきたいな。他も回ってみるね。あ、いや、もうなかった方か。これ四角ボタンでもういけるのかな。いや、いけないのか。必ずそこまで自分の足で歩いていかないといけないんだ。じゃあみんなほっといて帰りましょうか。無事脱出ポイントを発見できたようだな。こちらに戻ってくれ。わかった。じゃあこれな。水薬。そういう仕組みになってるんですね、ペルソナ3。微妙にね、ペルソナ4と違いますよね。よし、全員戻ったな。どうだった？どうだった？大丈夫だ。これからが不安だ。とにかく眠い。大丈夫だ。問題ない。そうか、自信を持てたならそれが一番の収穫だ。自分の力っての初めて実感したぜ。お前何もしてなかったけど。マジぶっ飛び。でもなんでだ、なんか妙に体がしんどいんすけど。何もしてないのに。単なるはしゃぎすぎじゃないの。んなこと言って、ユカリッチだってもろバテ気味じゃんか。なんかユカリね、すごいなんかなんていうの、乗り気じゃないというか、なんかやたらテンションが低いよね。てるってか、なんか息苦しいような。何これ。それは影時間のせいだ。平時よりずっと早く体力を消耗するから。ああ、体力を消耗する。心配ない、じき慣れる。あ、慣れる。しかし想像してたよりもいけそうじゃないか。秋彦もうかうかしてられないな。抜かせ。抜かせ。ワクワクするだろう。頭の中に不思議な声がささやく。コミランクが上がったかな。我は何時、何時は我。何時愚者のペルソナを生み出せし時、我らさらなる力の祝福を与えん。コミランクが多分上がりましたね。ランク2になった。あれ、オルフェイスは確か愚者ペルソナでしたっけ。それね。今日はよくやってくれたが、お前らだけに任すつもりはないからな。し、怪我さえなければ。今後はここでメンバーをセレクトし、タルタロスの中に入ることになる。この話はそうだな。また次の機会にでもしよう。今日はよくやってくれた。もう引き上げよう。帰るのか。ダメだ。俺腹減っちゃった。お前なんだ？何なんだ？なんか体がだるい。今日はもう帰ろう。特に何もできないかな。じゃあ帰りますか。帰ろう。もうすぐ影時間が終わりそうだ。探索を切り上げて寮に帰ると、次の日に時間が切り替わります。寮で休もうか。じゃあ引き上げよう。これ引き上げずにさ、探索中に影時間が終わったらどうなってしまうんですかね。学校の中には戻れるんですかね。とした気も何事もなくね、平日やってきましたね。誰だ、親しげな生徒。親しいわけではない。よう、お前勇気だろ。そうだけど、誰誰。そうか、お前か。
純平から聞いたけど、竹馬さんと、竹馬さんと仲いいんだって。まあ別にいいけどな。ガキには興味ねえからさ。なんなんだこいつ。急に呼び止めて悪かったな。俺は同じクラスの友近健二ってんだ。確かこれから朝礼あるし、急がないとまずいぞ。なんなんだ、なんなんだ。同じクラスですね。これ最初にね、いましたよね。あの入り口、学校の入り口にね。以上で全校朝礼を終わります。全校朝礼。続きまして、生徒会から新しい役員の紹介があります。生徒会代表、生徒会長。3年D組、桐城満さん。待って、満さんって生徒会長だったんだっけ？はい。生徒会長。やっぱ先輩に決まったんだ。決まったんですね。生徒会長になったところか。あの人の人気すごいもんね。僕あんまりね、ミツルのこと好きじゃないよね、ゆかりは。なんつっても霧城だもんな。オーラ出てるっつうか、近寄りがたいっつうか。なんつっても霧城。しかも霧城グループってこの学校の母体なんだろう。ああなるほどね。まあね、あんま日頃は考えないけどね。霧城グループ。生徒会長という大役を拝命するにあたり、私の初心をお話ししておきます。なんか高校生っぽくないですよね。学園がより良くあるために一人一人の積極性は確かに大事です。しかし全員が一つの思いを一年間ずっと切らさずおくのは簡単ではないでしょう。大事なのはそれが途絶えても確実に回る仕組みをいかに作っておくかです。そのために各自の中の明日への思いを確認し、今この青春の時をどう過ごすのか、現実から逃げることなく、いかにして未来を直視するのか、すべてはそれにかかっています。私一人の視野では見えないものもたくさんあるでしょう。充実した学園生活を共にするため、皆さんの知恵と力を貸してください。よろしくお願いします。拍手一つもないんですか。拍手喝采。お前意味分かった。意味分かった分かった。やっぱり聞いてなかった。分かった。普通の高校生が言うことじゃねえよな。そうだよな。あの人じゃなきゃ笑い話だぜ。あのね、この霧城グループっていうのは南城グループとね関係があるんですよね。南城グループの分家に当たるのが霧城グループになるようですね。南城グループっていうのはペルソナ1作目から登場している南城くんのあの南城グループのことですよね。じゃあ今日は明治の文学ね。教科書の12ページ。あ、先生、この小説もう飽きたな。楽器のクラスでもやったもん。知らない。先生ね、とってもいい詩を知ってるの。はい、みんな教科書を閉じて。山の彼方のはぐれ雲。何？なんだか眠くなってきた。少しだけ目を閉じますか。これ何なんですかね。閉じない。ちょっと後ろの男子、友近か。まさか寝てるんじゃないでしょうね。先生一生懸命読んでるのよ。かわいそうじゃないの。反省文出しなさい。ケーキもつけてよね。前みたいな安いケーキじゃダメよ。前みたいな。2回目。授業を真面目に聞いた。学力高まっちゃった。かわいそうな友近。放課後になりました。今日の授業が終わった。今日から放課後の時間帯は自由に過ごすことができます。コミがあればコミの仲間を誘って一緒に過ごすことができます。また学校や町には様々な施設があり、自分自身のステータスである学力、魅力、勇気を上げることができます。まずはいろいろと探索してみましょう。自由になりましたよ、やっと。要転校生。前の学校と比べて、うちの女子のレベルはどうよ。こっちの方が高い。変わらない。前の方が高い。どうかな？こっちの方が高い。だよな。うちの学校、レベル高いの多いからな。まだね、数えるぐらいしか知らないけどな。要転校生、同じ話してんの。こいつはジャージ姿の生徒。今日も眩しいぜ。
部活前にランニング行ってくるかな。すげえアクティブだねこの子ね。23日から運動部が部員の追加募集をするらしいな。とは言ってもほとんどの部員が定員いっぱいで、陸上部と剣道部と水泳部だけみたいだな。気になるなら見学しに行ってみたら。教室出て右側の階段を降りていくと部室とかがある方に行けるぜ。うん、部活もあるんですね。これは順平か。しかし今朝の桐城先輩の演説すごかったよな。選挙にしたってダントツ人気でほとんど勝負になってなかったっつう話だし、まあ生まれも育ちも違いすぎて普通は挑む気起きねえわな。この点俺らはパンピー同士仲良くやってこうぜ。一緒にされてしまうな。学校の中迷いますか。うん、はい。どこへ行きたいですか。何それ、教えてくれるんだ。別に今行きたいところはないんだけどな。文化部、うん、教室を出て右側の階段。うん、1階の美術室とか科学準備室とか音楽室とかが文化部の部室になってますよ。あ、今作は何だろう、部活の種類が多いのかな。出ていきますか。これ今セーブできないんだよね。うん、セーブをする術がないですね。どこでセーブできるんだろう。やばい、地形が分かんないな。地形がここはね、放送室、放送室と書いてある。生徒会室、鍵がかかっている。活動日とかあるんだ。月水金とか書かれている。この人は結城くんが休んでる間に生徒会選挙があったのよ。桐城先輩の演説かっこよかったわ。私はもちろん桐城先輩に入れたわ。だって他の人たちなんて桐城先輩と勝負にならないもの。はわーはわーじゃない、はあ、桐城先輩。あ、トイレがあるよ。トイレ、トイレ入っていこう。なんだかスッキリした気がする。あ、コンディションが絶好調に変わった。これコンディションが絶好調になるとどういう効果があるんですかね。なんかとりあえず絶好調であればいいのかな。何をしたら下がるんだろう。高校生を辞退するってさ、女子高生ってブランド放棄。まあ別に他人の人生だし、はっきり言って興味ない。なんだ、新学期早々だってのにうちのクラスから退学者が出たの。あと2年我慢すれば卒業だったのに高校中退なんてさ、どうするんだろう。なんだろうね、何かあるのかな。待って、なんだっけ、教室を出て右側の階段を降りたら部活があるって言ってましたよね。まあ、非常口か。今何階、2階にいるのか。親が受験勉強をそろそろ始めろってうるさいのよ。まったく、まだ2年になったばっかなのに。っていうかうちの親バブリーな世代だから暑苦しいのよ。未来に希望とか持ってるし。なるほど。